写真拡大。全国高校野球選手権1回戦、飯山仙台育英、9日、甲子園球場。仙台育英が5回に1イニング10得点の猛攻。5回を終えて、17-1と大量リードを奪った。6点リードの5回は、4長打を含む9安打を集中。スーパー1年生、笹倉の敵地2塁打などで一挙10点を入れた。初出場の飯山は3回に先制したが、守備の乱れもあって、苦しい戦いとなった。